初代、中村富十郎の、娘道なり勝川春生が初代、中村富十郎とは、江戸時代中期の上方の歌舞伎役者。拝命慶子野号は、天皇寺屋。縄文は、鷹の羽八つ屋車。画号霊こと社。初代、吉沢綾目の三男として、大阪に生まれる。母は、山下京江門の妻の妹。 陽名先いよいよ、兄に二代目、吉沢綾美、弟に三代目、吉沢綾美がいる。幼少の頃、立ち役の中村慎五郎の養子となる。教法十四年春に、先いよいよは、中村富十郎と名を改め、京都の助の川万菊座に加わるが、この時まだ実際には舞台に立たなかったという。同年の暮れ、富十郎は万菊や慎五郎と共に、 江戸に下り、京方16年正月に、市村座で、初舞台を踏んだ。時に13歳。同年冬、万菊と新五郎について、再び京に戻る。この十代の時期、踊りを、大阪の振付師、中村慶十郎より習う。京方18年に、若手方から、お山となってからは、富十郎は美貌をもって交換に知られるようになるが、それは、役者ではなく、 色子としてであった。原文二年十一月、大阪道とんぼりの岩井半四郎座に出演。この時、曽根崎新中の天馬やお初を演じて、大当たりを取り、四ヶ月の続演となった。これが富十郎にとって、役者としての道が明けた最初で、その後一年ほど大阪の芝居に出続けるが、いずれも大当たりを取る。それからは京、大阪、江戸の三島を往来し、 どの土地でも人気役者として迎えられた。寛演2年には31歳の若さで役者としての最高位である極上上大吉とされる。その後、古今無類の明大四国上上吉、さらに天明4年には三が津関主歌舞伎一同草芸等に置かれた。若尾山を本領とし時代者と世話者を兼ねたが、後に立ち役や荒ごとも務めた。芸は、 セリフ回しと身の軽さが評判となった。舞踊においても、名人とされ、中でも、法暦2年8月、京都嵐三江門座で踊った、娘道成寺は、大当たりし、翌年の江戸中村座でも、慶賀の子娘道成寺として踊り、以後これを当たり芸として、たびたび務めた。今でも、慶賀の子娘道成寺の演目名で伝わり、繰り返し上演されている。 60を過ぎても17、8の娘姿が似合う若々しさだったと伝わる。天命6年3月、京で女鉢の木を務めたのが最後の舞台となる。去年68、養子に2代目、中村慎五郎と2代目、中村の志保がいるが、両名とも安永6年11月に没した。門人に初代の志保などがいる。なお余儀に、 絵も描いており、扇絵などを残している。東京国立博物館に、シューズの洗面一本を所蔵する。画名を、花房慶子と称したという。天明六年には、慶子画布が八文字や辞書の変で反抗された。ありがとうございます。